GACKT さんが実践しているダイエット、微腸活の観点から解説します。この動画をご覧いただきますと、 GACKT さんが実践されているダイエット法のアレンジバージョンで、あなたもすぐにダイエットに取り組むことができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今から GACKT さんが実践されているダイエット法を、なぜ、何を、どのようにの順番であなたに分かりやすくお伝えしていきますね。では1つ目、なぜからお伝えしていきます。なぜ GACKT さんはあんなに痩せていらっしゃるのかというその理由は、食べる回数がポイントなんですね。その理由は、食べる回数が多いと太ってしまうからなんです。で、例えばですね、こちらです。インスリンと呼ばれる、まあ、別名デブホルモンというですね、そのホルモンが食べるたびにですね出てしまうからなんですね。なので、同じ食事の量を1日にもう数回にも分けて食べるバージョンと、1回だけまとめて食べるバージョンでは、どちらが太ると思いますか？答えは、数回に分けてダラ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 食べてしまう方が確実に太ってしまうんですね。その主な理由は、インスリンと呼ばれるそのデブホルモンが食べるたんびに分泌されてしまうからなんです。その時に何が起こっているかと言いますと、体に脂肪を溜め込むホルモンですから、どん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 脂肪を溜め込む成分も出ていくわけなんですよね。で、プラスこのインスリンというのはですね、あなたのお腹周りにわざわざ脂肪を溜め込むような働きを一生懸命してくれるホルモンなんですよ。ですから、そんなに量を食べていなかったとしても、あなたが何回も何回も口に一日中こう、まあ、飴1個でもいいんですけれどもね、ガムとかとにかくダラダラ食べているとしたら、確実に太ってしまうわけなんです。ですから、この GACKT さんがなぜ痩せているかというと、 GACKT さんは食べる回数が少ないからなんですよ。では次です。何をです。 GACKT さんは一体何をしているのかと言いますと、断食です。その理由は、先ほどお伝えしました通り、食べる回数が少ないとインスリンが出る機会が減りますか、痩せますよってお話でしたね。で、実際 GACKT さんがどのようにですね、その何をされているかと言いますと、断食、まあ、イコール彼は1日1食しか召し上がっていないんですよ。で、具体的な中身はですね、1日夕食だけ召し上がっているそうです。で、この夕食の内容は、お野菜やタンパク質が中心で、炭水化物はもうほとんど取らないというメニューだそうなんですね。で、プラス GACKT さんはもう激しいトレーニングしていらっしゃいますから、その時に野菜ジュースを飲むだけだそうなんですね。で、その代わり1日1食ですから、もうあんなハードなお仕事をしながら、トレーニングもしながらですからね、もうとにかく体にいいもの、食材選びやその品質ですよね、食品のその質の内容であったり量であったり、もうかなりの量を1食召し上がっていらっしゃるそうなんですね。なので、何をしているかというと、断食です。1日1食しかせずに、その空腹時間を非常に多く作っていらっしゃるというのが GACKT さんのダイエット法なんですよ。では、ここから具体的に、あなたにでも今すぐできるダイエット法を、私微腸活専門家の観点からアレンジバージョンで、 GACKT さんのダイエット法を実際にどうやったらいいのかという方法をお伝えしていきますね。で、ポイントはプチ断食です。GACKT さんはかなりですね、1日1食でもうほぼ、断食に近い状態に、取り組んでいらっしゃるんですけれども、いきなり GACKT さんと同じようにですね、もうとても質のいい材料を集めて夕食だけドカ食いしましょうと言われても、やっぱなかなかできないと思うんですね。しかも激しいトレーニングをプラスアルファっていうのは、なかなか現実的ではないと思うんですね。で、その時にあなたもそちらのそのベースに近づけるような方法が、このプチ断食になります。で、具体的な方法です。空腹時間を16時間作ることなんですよ。で、16時間作るためには、あなたの睡眠時間を味方につけてください。日中16時間食べないってなかなかね、難しいと思いますから、寝てる間の時間プラスアルファ前後数時間使って、
16時間空腹時間を上手に作ることで、ガクトさんが実際に取り組まれているようなダイエット法の効果があなたも感じることができますし、実際結果を出すことができるんですよ。でその時ですね、だいたい空腹時間の12時間以上経った頃から、やっとあなたのですね脂肪が燃え出します。脂肪がどんどん燃え出すのが12時間以上経ってからですから、できればせっかく12時間以上経ったその燃焼効果を持続させるためにも、16時間は最低空腹時間取っていただきたいですね。もうガクトさんはもっとですよね、1日1食ですからもっと作ってらっしゃるんですけれども、あなたはいいです。まずは最低でも12時間以上経ってからのこの16時間空腹時間作ってみてくださいね。そうすることで、先ほどお伝えしたデブホルモン、インスリンが出ない時間がそんなに長時間ですね続くわけですから、溜め込んでしまった脂肪をまずはどんどん燃やしてあげてからのダイエットですよね。そしてちょっとポイントがあるんですけれども、この空腹時間を作ったその開けた後はですね、いきなり消化に負担にかかるものを食べないでくださいねってことなんですね。なぜかというと、すごく、ね、負担かかってしまいますし、せっかくですねここで休ませてあげた胃や腸や肝臓ですよね、こういった臓器に結果負担をかけてしまうことになるからなんですね。なので消化に良いものから、もうよくよく日頃から噛んでいただいて、もうとにかくその臓器をいたわって差し上げてもらいたいんですね。でまたあなたの腸や肝臓が元気になってくれたら、もうとにかくあなたはですね痩せ体質になることができるんですよ。腸内に痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がいっぱいいるわけですから、そういったものを活性化してあげるためにも、やっぱりまとめてお休みを与えてあげるっていうのがとってもとっても大切なんです。さあいかがだったでしょうか。今回は微腸活専門家の観点から、ミュージシャンのガクトさんが実際に取り組まれていらっしゃるダイエット法をアレンジしてあなたにお届けいたしました。今日からすぐできますよ。でポイントはその夕食をですねお休みすることです。この動画のまとめは、あなたが今すぐできるダイエット法はとにかく夕食をお休みする。その代わり朝ごはんとお昼ごはんはしっかりと栄養のあるもの、腸内環境が整うものを召し上がっていただければ丸ですから、もう今すぐ夕食をお休みしてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのようなさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしているんですね。そのことであなたが長期的にリバウンドせず、根本的にですね健康的できれいに痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、もどんどんご参加くださいね。そして私のこういったお話にご質問おありの方は、皆様どうしているかというとですね、こちら昭和サイラーに LINE のリンクが貼っておりますから、ご登録後こちらまで私まで直接お話ししてくださっています。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。